結婚します。まだ横山に言ってないの。もうびっくりしちゃうよ。ゆいちゃんはもう電話で言おうかなって思ってるんだけど、じゃあ今電話しようよ。あ、する？あ、確かにいいかもね、それ。ゆいちゃん、あれ、あいんやん、うん、よいしょ。緊張するんやけど。出るかな、忙しいかな。スピーカーにしていい？あ、もしもし、ゆいちゃん。はいはい、誰でしょう、はい、誰でしょう。え、しーちゃん。え、ちゃん。あ、え、わかったんやって。みんなわかるやろ。え、しーちゃんの声してないか。あ、うん、しーちゃんはまだ今初めて喋った。最初からりえちゃんやったで。わかる？おーい、おーい、コンビニ、おーい、誰かわかる？さしこや。そう、もうすごいね。わかるか、さしこや。今ね、りおちゃんちで YouTube 撮ってて。あー、なるほど。そうなの。りおちゃん、コンビニ今？そう、コンビニ。でも一応今出ました。あ、ほんと？じゃあ今話しててもいい？あの、ゆいちゃん。はい。あの、うん、結婚します。あ、すごい、おめでとうございます。えっとですね、冷静。なんだろう、なんだろう、なんで冷静。あの、うん、来週うん、発表する。来週席入れて、うんうんうん、その次の日に発表する。すごい、おめでとうございます。ありがとう。かわいいね、ちゃんが一人でいてね、そんな驚きは。確かに、そんな大人だろ。そうだよね。だからちょっとゆいちゃんにね、うん、報告しようって思って、いつ報告しようって悩んでて、はいはいはい。で、今ちょうどそのりのちゃん家でりのちゃんに報告したタイミングだったから、うん、はいはいはい、ちょっとこれはゆいちゃんにも早く言わないとって思って連絡いたしました。なるほど、ありがとうございます。もう良かったですね。でも、うん、良かったです。ゆいちゃんもあの卒業発表お疲れ様。ありがとうございます。あ、そうだ、重なったね、お祝い事が。お祝い事が重なりました。お祝い事が重なってますね。はい、ちょっとまたゆっくり、うん、直接あのコロナが落ち着いたり、ゆいちゃんが落ち着いたら、うん、会いましょう。会いましょう。もう全然会ってないから。全然会ってないですよね。あおー、うん、すごいですね。じゃあ、うん、第1号じゃないですか。そうね、そうなの。この4人の中では第1号だった。まあでも今後も何も変わらないんで、ちょっと末永くお付き合いのほどよろしくお願いします。お願いします。はい、変わらず。強い、風強いね。今日風強いよな、外な。めっちゃ強い。めっちゃ風強い。でもね、聞こえる。意外とちゃんと。うん。頑張ってね、いろいろ大変と思うけど。うん、ね、あの、うん、最後まで体調には気をつけて、無事に。ありがとうございます。卒業できることをお祈りしてます。あ、ありがとう。うん。ありがとう。気をつけて帰ってね、風強いけど。ほんまやな。風強いから気をつけて帰ってね。吹き飛ばされないでね。すごい。またじゃあみんなで集まりましょう。うん、集まろう。じゃあそんな感じでご報告でございました。はい。またね。皆さん、これからもよろしくお願いします。かわいい。よろしくお願いします。飾り絵。あ、そうです。飾り絵。飾り絵ちょっと違います。乾燥肌だね。カサカサして。カサカサしてる乾燥肌。ちょっとなんや、しかも感想して先輩たちがこんなに盛り上がってるのちょっとおもろい。じゃあね、ゆいちゃん、ありがとう。バイバイ。またね。ありがとうございます。また連絡します。またね。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。はい、うん、最初私ともする、うん、分からん。まあ、疑うわけないよ、ね、疑うわけないよ。よかった、報告できました。